どうすれば寝落ちを防ぐことができますか寝落ちそのものを何とかするというふうに考えると結構大変かなという気がしていて、時間を調整するって考えた方が良いと思う。ね。すでにうまくいっていることにひっつけるというやり方というのが割とこう、あなんていうのか、失敗しにくいというか。デイビゴはあー太りますかあんまり太る作用はないと思います。オレキシン受容体喫光薬ですから、 どちらかといえば、接触行動は落とすんじゃないでしょうかね。取る方向に行く可能性はむしろかなり低いとは思います、えー、タインバルタ3つエビリファイを服用し約半年になります。この1ヶ月ほど調子のいい日が続いていますが、 親曰く頭の回転が鈍くまだ本を全く読むことができません。同じ薬を服薬してこれ以上機能回復するのでしょうか参考までに先生のご意見をお聞かせください。なるほど。基本的に最終的にはあの主治医のお考えというのが一番大事かなっていうふうに思うんですけれども。 回復の階段みたいな話がありましてね。最初はね、安心することもできない。何をしたらいいかわからない。でも何,何かしないといけないような気がする時で焦ってる状態っていうのが、まあ、うつの場合には最初にあって。で 回復してくると、まあかやってみようかなっていう気になってる時とそうでない時とかあると。で、本を読めたり読めなかったりするっていう時期があると。大体この期間にですね、どんなに短くてもですね、1ヶ月から2ヶ月ぐらいかかります。このあたりが3ヶ月から半年ぐらいのあたりでね、できたりできなかったりっていう時期があるというふうに言われてるんですよね。で、ここでできたりできなかったりっていう時期があるというところで、 治療をやめるとか変えるということは基本的にお勧めしてません。回復してきているようであれば、もうちょっと様子を見てみられても良いかもしれませんね。そういう本を読めるとか、 読んでよかったとかね。頭の回転が良くなってきたっていうふうに思えるというのは、まあもうちょっと先の場合も少なからずあるので、特にこの辺が先の方に行ったりとかすると、本読めて面白かったとかね。そういうようなことが出てきたりするんですよ。で、この辺がセロトニンが回復してる時期、この辺りがノルアドレナリンという意欲が回復してる時期、で、この辺がドパミンですね。やってよかったっていう達成感とか期待感とか快感が戻ってる時期なので、 この辺りって結構できることが増えてきてるのにできないことも探しちゃったりとかしてねでそこでこう治療法を変えちゃったりすることもあるので原則は以前よりも良くなってきてるところが結構目立つのであればちょっと待つっていうのは結構大事なことかなと。 いう気はします。もちろん、増強療法を少し強化するとかね、基本的な治療方針をあまり変更せずに、もう少し強化できることがないかどうかっていうことを試してみるのは良いことだとは思うんですけど、回復してるところがあるのであれば、そんなに基本的なところを変えない方が良いことが多いかなっていう気がしますね。厚見雅彦の動画。先生は規則正しい生活やアルコール、カフェインなどが睡眠に影響すると以前より説明されてきましたが、 食生活に関しては何か良いモデルがあると思いますか高カロリーな食べ物を避けるとか、取るべき栄養素など、日常の食生活でのアドバイスがあれば教えていただきたいです。時間栄養学という領域があって、ある種の食べ物をどの時間帯に食べるといいとか悪いとかっていうのも結構あるらしいんですけど、僕全然詳しくありません。また勉強しておきます。で、睡眠のことだけで言うと、なるべく朝食は召し上がられた方がいいですね。 睡眠のことだけで言えば朝食絶対って言ってもいいぐらいかなと思っていて要は体内時計を刺激して今が朝だっていうふうに教えるのは光と食べ物特に朝食とあとまあ社会的な刺激というふうに言われているので実はこの順番なんですよ朝の光 朝食による腸の体内時計の刺激で社会的な刺激は、まあ、この順番なのでそういう面で言うとやっぱり朝食はしっかり召し上がられた方が体内時計に朝だという信号がより強く起こられやすくなって朝だという信号を受けた体内時計は夜に向けてのカウントダウンを始めるので夜の睡眠も改善しやすくなるよというところがありますね逆に夜の食事に関して言うと遅い時間に 食事を召し上がると、例えば寝る15分とか前に何かを食べちゃうと、脳は夜っていう状態になるのに対して、腸とか肝臓はこれから朝とか昼とかね、そういう時間帯に設定されてしまうので、少なくとも消化し終わるまでは、まだこれは寝るのには適した時計じゃない、時計の状態じゃないっていう時計の設定になるんですよ。 つまり、脳にある体内時計と、腸や肝臓の体内時計とで、ズレが生じます。これ、内的脱動腸と言うんですけど、どっちを信用したらええねんってなっちゃって、睡眠に悪影響を及ぼすことが多いですよね。なので、そういう面で言うと、大体まあ3時間以内ぐらいには、晩ご飯は置いといた方が、あの、自分のことはただにあげて、えいいよっていうところはありますよね。僕大体2時間ぐらいなんでね、あの、難しいところではあるんですけどね。 で、まあ、あの、やっぱり夜はちょっと控えめですね。体的にも朝昼晩というふうに絞っていった方が、あの、肥満の原因も取り除けるというふうに言われているので、まあ、食事で言えばそんな感じかなという気がしますね。現代人は。 ね、どうしても逆するんですよね。夜に行けば行くほどね、ストレス発散っていう意味合いが夕食に込められてしまってたりとかするので、夜がドカ食いになったりとかね、夜がこうなんか酒盛りになってたりとかしてしまってることが結構あったりしてね、夜が過剰なカロリー、えー、消化管に対する今は朝だよっていう刺激、夜中働けみたいな刺激になってることが結構あったりするのでね、まあ、そのあたりのことをね、工夫してみられることも大事かなと思います。c p a p デビューから24日経ちました。おーい。 えすごいですよね。なんとか使えています。質問。入浴した日は、深部体温が下がると必ず、高確率で寝落ちしてしまいます。パジャマに着替えて、寝室にもいるのですが、気がついたら寝落ちしているので、座ったまま寝落ちをしています。どうすれば寝落ちを防ぐことができますか一緒に対策を考えてほしいです。なかなか難しいというか、寝落ちね。 困っちゃいますよね。寝落ちそのものを何とかするというふうに考えると結構大変かなという気がしていて、布団に入る時間を調整するって考えた方が良いと思いますね。で、なるべく一連の動作をルーチン化するというふうにしていく方が間違いないかなと思うんですよ。パジャマに着替えてらっしゃるらしいので、パジャマに着替える歯を磨くシーパップつける布団に入るもここまで一連の動作に しちゃってもいいんじゃないですかね。 要は、あるワンポイントの行動とか、ワンポイントの現象を何とかしようというふうに考えると結構難しい場合が多くて、これ習慣化の基本なんですけどね。えっと、習慣を変えようとするときには、もうすでに習慣化されているものにひっつけろっていう考え方がありまして、例えばなんですけど、バカみたいな話をしますね。僕ですね、表情を作る、あの、顔体操みたいなのをしてるんですよ。笑顔の練習みたいなやつをしてるんですけど、 あの、する必要あるんかとよく言われるんですけど、いつしてるかと言ったら、歯磨きながらしてますね。歯磨きは朝と晩には必ずやるので、朝と晩の歯磨きの時に、あの、見るに耐えない顔ね、しましたね、今ね。はい。そういうことをやってたりしますよ。すでにうまくいっていることにひっつけるというやり方というのが割とこう、あ、なんていうのか、失敗しにくいというか、はい。新たな苦労をしながらね、えっ、ー、と、習慣を変えるということが少なくなるのではないかなと。 いう気がしますけどね。まあよかったら試してみてください。ありがとうございます。松彦の動画スリープクリニックに通っています。就寝前にベルソムラとサイレースとレスリンを飲んで2回ぐらい中途覚醒してしまいます。覚醒の後眠れるのですが時間がかかります。中途覚醒は治る病気ですか一生このままだと思うと辛いですとなる。ね 一生このままかどうかは何とも言えないんですが、スリープクリニックなんで、まあ、あの、多分睡眠事務呼吸とかそういう、と睡眠妨害因子になるような睡眠の病気っていうのは見てもらってると思うんですけど、それが随分前に見てもらったきりっていうことであれば、再評価をするっていうことは大切かなという気がしますね。あと、これはいわゆる不眠症だけなのでしょうか合併している精神疾患が何かないのでしょうか そのことをやっぱりよく検討してみられた方が良いと思います。拝見していると、睡眠薬2種類と、抗うつ薬がほんのちょっと入ってますね。抗うつ薬と言えるかどうかわからない程度の効果、ね。で、うつないしは、それ以外の精神疾患が合併していると、中途覚醒に限らず、不眠というのはすごく長引きやすくなるので、不眠症だけなのかどうかっていうことは、 ま、よく、あの、ご相談されて、検証してみられて、何かプラスアルファで、不眠を長引かせるような精神疾患が合併されているようであれば、そこをちょっと治療するっていうことに目を向けるっていうことも大事かなという気がしますね。飲んでる睡眠薬について、ゾリピデムを5年ほど飲み続けていますが、初期ほどではないんですが、飲んで15分ぐらいすると、だんだん視野が狭くて暗くなり、もう、人の顔や、 鏡越しの自分の顔が皆丸顔で目が小さく離れた同じような顔に見えるのですと。ドリピデムは視覚に影響があるのでしょうかくしゃみも出ます。なのでベルスムラに変更したら一常だけで呼吸抑制が起き翌日までとても苦しみました。安全な新薬だと聞いていたのに点々点と。ね、ドリピデムは調節障害を起こしやすい。 で、交際毛様体筋っていうのが緩んじゃって、見え方が結構変わるっていうことはありますね。筋弛緩作用がありますからね。なので、あの変な風に見えるっていうことは結構おられたりとかもしまね。基本的にこう、中枢神経系を抑制するので、ちょっと酔ったような感じにさせますからね。それがこう見え方の変化につながるような方もおられたりしますね。ちなみに僕自身もゾルピデムって飲んだことはあるんですけど、変な見え方しますよ。僕もね。はい。なので、おっしゃってることはよくわかります。 ベルツムラの呼吸抑制、おそらく呼吸抑制ではなく、レム睡眠が早めにやってきて、レム睡眠の時の呼吸の不安定化というのを感じたんじゃないかなと思います。その現象は毎回のように起こるというわけではない可能性が高いので、一回でダメだというふうに思う必要は僕はないんじゃないかなという気がするんですけど、まあ怖い思いされちゃったら良くないかもしれませんね。ちなみに基本的に呼吸抑制作用はありませんので、あの感じた作用というのは ほぼほぼ、そのレム睡眠の時に感じる呼吸の不安定化という、あの、正常である現象を、あの、微妙に起きている時に感じちゃって、すごく怖い思いをしたんだというふうに考えられた方が良いかなという気がします。怖い体験ですけれども、体に対して害のある体験ではないので、そこだけは一応知っておかれた方が良い,いと思います。ベルトムラはもう一回飲めという意味じゃないですけどね。はい。知識としてご記憶ください。